カルですよ。オリックス。親指ギュッと曲げて。指全部終わったので、この指全部丸めるように一回ギュッと親あの足の指で。グニャイっていうの柔らかすぎて捻挫しない。で、足の方を伸ばしたら今度この小指側に小指側からこう手をして持ってぐるんとぐるんそうそうそうあそう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 の指がまとまってここにアーチができるよね。これ足の横のアーチをしっかり作っていきます。私たちはカレーカレーの足の甲のところが伸びてきて、ちゃん硬いね。すごい要注意だ。行くんだったらはい、じゃあ足の指もう一回丸めて、で、猫の手、で、足の裏をしっかり。俺の友達とかいる。いや、今誰言った？これ面白いんだけど、指伸ばした状態で、うん、指伸ばした状態でやってもあんま気持ちよくなくて、足を指をこう丸めてあげると、より深く。はい、で今これで足の裏が終わったので今度かかとのあたりをやってきます。でかかとの骨があって、まあ、あの内くるぶしがあるんだけど大体こう、まあ、捻挫とかしたことのある人に多いのがちょっとこう内側に傾いて固まってしまっている。そうすると足を置いた時点であの体の外側を力が流れていってしまうようになるのでこれはできるだけまっすぐにしていきたいのでこの内くるぶしからかかとを引き出していきます。くるぶしの下のところからかかとに向かってかかとの骨をギューッと引っ張り出すよ。付け根の部分からのこわばりが強いからこれすごい面白い楽しそうやなそうそうそうでもう一回こうかかと引き出してあげてでかかとの方を小指と薬指を引いて足の親指をこの付け根のところちょっとこうへこんだところがあるのでこのへこんだところに親指を当てて、またペコペコ、手で足首を動かす。小指と薬指がかかと側、で親指がこの足首の付け根のちょっとへこんだところ、肩。でこれでこう軽く動かしてあげると、足首のこのすねの骨があって、足の骨がまあ受けてるわけなんだけど、そこの隙間っていうのを使
作っていってあげられる。で、機械も大体こう、関節、接合部分がっちり組んでるんじゃなくて、少し遊びがあって、そこに潤滑油があって、こう滑らかに動くように、人間の体の関節も適度なこの遊びが欲しいわけで、で、それを作っていく。筋肉が動きを作る、その動きの流れをガイドしてくれる役割なので、それがこう滞りなくいいんですね。で、ここの、膝下っていうのはこの弁慶の泣きどころがある骨と小指側にもう一本細い骨があって、ここに前頸骨筋っていう骨、筋肉があるんですけど、これが面白いことにここの足首をこう上げるっていう役割をするんだけど、ここからそのまま足の裏の方までつながっていってるっていう筋肉なので、サッカーのする上で、フットサルする上ですごい大事で、しかもこわばりやすいので、ここは上から下にキュッキュッとよく整えてみます。じゃあこんな感じで片足終わり、終わったところでちょっと立ってみてください。全然違う。でしょ？バランスがいい。で、ちょっと片足ずつで立ってみたりして、自分の重心がどうなるか、足の裏のどこで、じゃあカメラマンお願いします。今日に俺から充電、充電するの忘れてる。電気スイッチをつけたらオンにしてないですけど、もう、だから使わないときはこまめに仕掛けて、オンにして。この始まりの時点で、まあ、あと体重がみんなあるわけで、地球には重力があるので、例えば60キロあれば、60キロの力を地面に伝えているので、地面からその60キロの力が戻ってきてるんですよね。それをどこで捉えて、どういう流れで体の中を通っていくかで、その後筋肉とかが、こう、ただ立ってるためだけにこわばってなきゃいけないか、骨っていう簡単に力をこう受けてくれるところがあって、力を、筋肉が力を入れずにも入れずに立ってられるかが変わってきてしまって、まあ、足の裏大事ということで、もう反対側もやっていきましょう。